田小学先生に伝授され、現在小学先生の長子であります武田時宗先生が宗家となっておられるところに特徴があります。細かいの基本形だけをご披露してまいりましたけども、本をご紹介してまいりたいと思います。現在行われております、コードの引く力に対して押してやるというような、言葉で理解、初伝の技および、奥伝の技に入っております。ここで両手でおります。